い、どうもこんにちは、プロボウラーの水 P です。いつもありがとうございます。今日はね、 HK22 の対象パールを比較ということで、前回メイリージャブアクアをデビューさせていただきましたけど、その中で勢い投げました、ラディカルのクリプトブームということで、発売元さんはどちらもね、サンブリッツさんですので、こちらもね、ブランズイック製品の対象コアの HK22 のパールということで、同じ縛りということで、ボールを持ってまいりました。今日はね、この2球を使って交互に投げて、評価をしてみたいと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではご覧ください、どうぞ。はい、それでは行きましょう。まずはね、アクア、これ気に入ったんですわ。私アクアですね。はい、これね、本当にすごいでしょ、あの吸い込まれ方が。むちゃくちゃいいよ。絶対これからのボール買う方、ちょっとスピードの自信のない方とか、動きが出すぎるから収めたいなっていう方とか、自分のセンターは普段オイル薄いんだよねっていう方とか、いいんじゃないかなと思うね。はい、じゃあね、もう今日はね、ストライク出るごとに変えるっていうコンセプトでいきましょう。次クリップと、まず今のジャブとね、同じところに立ちました。ちょっと動きすぎたかな。気持ち熱いですよね、本当にね。僕立つ位置1枚しか変わらんと思ってるんですけど、この前ね、メーカーの営業さんと喋った時には、まあカバーはそこまで弱くはないらしいんですよ。この PK2000 っていうカバーね、あのアクアの方ね、これがそんなに弱くはないですよ。ただコアがそんな強くないんで進むと思いますっていうことをおっしゃってたんで、まさにその通りだと思うんですね。このカバー強いとも思わん、でも強いとも思わんけど、弱いとも思わん、本当に心地いいところだから、あの絶妙なスキットが出てるっていうふうに僕は思ってるんですね。なので、まあ、本当に幅広いボーラーが使いたそうなボールやとは思う。曲がらんわけじゃないですからね。はい、アクアに戻りました。あ、これうちやばい、刺さる、刺さった。アクアね、ちょっとオイルが短いの、下いボール、あの外まで出してやった方が良さそうですね。端から投げたらよく曲がることだけ見ていただきたいかな。ここから投げたらギューンと、はい、いい動きをしております。ということで、ストライクじゃなかったので、もう一回アクア行きたいと思います。ちょっと自分自身の投球がね、オイルが薄いなって感じてるんで力んじゃうんですよね。そこを力まずに、いつも通りスッと投げれるとボールが進んでいってからアクションを起こしてくれると思うんですけど、どうしてもね、ボーラー心理でね、手前を生かさなと思うと、力任せで生かそうとしてしまうところがあるんで、そこを逆にね、ゆったりと振ることが大事。それを自分に言い聞かせて投げます。こういう感じね、はい、生かせすぎました。あっこまで出ると返ってくるんですけど、まあちょっと足らんかったっていう感じなんで、はい、天秤取れるかな。アクアで自信ねえな、スペアボール出してないんで。取れろ、取れた、ギリギリ、もう一回だけ、もう一回アクア投げてストライク出んかったらもうレビューならへんので、意味ならへんので、クリプトに強制的に変えます。右足のね、つま先には11枚目、
から6か7ぐらいにそわして5へボールが出るとストライクジャストなはず。こういう感じでポケットのはず。はい、出ました。 OK。 さあちょっとね、前回のレビューの時よりオイルが減ってきてるかなっていう感じの動き方をしちゃいましたので、さあストライク出たんでね、クリプトに帰れます。今んとこクリプト投げるとおそらく、まあ、ど真ん中集め4万かもっと集めの360になりそうな気がするんで、まあ、点数はどうこうさておき一回やってみましょうか。右足のつま先11枚目ね、ここからだいたい7、6ぐらいのとこから5枚目へボールが出ていくようなイメージで投げます。あ、ちょっと打ちやったけど熱いか。ちょっと打ちやったね今ね。打ちやったし手前で捕まったからちょっとボールが緩んじゃった。もう一回クリップで掘らせてください。逆にね、手前で噛んでしまった分収まりっていうか、あのやられた感じになっちゃいましたね今ね。はい、もう一回いきます。こうしたかったんです ね。こういう感じになるから、ちょっとクリプトの方がやっぱ動き方はきついかな。奥のしっかりと来ちゃう感じがする。ですので先の動きが欲しい対象コア投げたいときはクリプト投げるし、先まで行ってから持続的にゆったり曲がってほしいと思ったらアクア投げると思うんですね僕はね。あ、やばい、曲がる危なってな感じになります。じゃああと3フレになりましたんで8、9、10そのボールのね良かれと思う掘り方で最後締め切っていきたいと思います。じゃあまずはメイリージャブアクア、ちょっと11枚で集めギリギリだったんで 11.5 枚に立っちゃう。はい、こんな感じ 11.5 枚でジャストぐらいですね。ちょっと出過ぎましたけどね今ね、気持ちでも出過ぎても跳ね返ってこない収まるボールっていう意味でしっかり遅いところにぶつけれるっていうのがね利点かなと思ってます。はい、じゃあ逆にクリプトは 1.5 枚ぐらい左折って13枚立つ位置から8枚から5枚目がけて投げるような軌道のイメージが理想かな。これぐらいかなね。はい、ですのでジャブとクリプトで立つ位置 1.5 枚ぐらいな気がします。箱出しのままならね、どちらも箱出しなんで。いやー勉強になりました自分でも。取るまで分かってないですからね自分もね。いつも直感をしゃべる動画なんで。ちなみに13枚に立ってアクアを投げてみましょう。薄めかな、薄めギリギリストライクやったらいいな。あー、やってもた。ごめんちゃい、どしっとひどい脇山かよ出すぎ収まって結果ホッとしたっていうやつね。レーンいいねこれ、幅あるもんね。はい、もう一回。合わん、合わせレーヤン、すごいな、何でもありやなピンアクション。レーンとボールが合うとこうなるんですよ。
泡の時は全部ビッグフォアやったりワッシャーやったりするのにね。はい、じゃあ最後アクアの宣伝したいんで、今気持ち悪かったからアクアをしっかり投げて終わりたいと思います。はい、これ完璧。よし、あれがしたかったんです。はい、ということで234点。まあまあ結果はどう、点数はどうこうというよりは、クリプトの方が体感的には転がり感が強いですね。もうコアが勝手に転がっていく感じで、最後しかもぐーっとコアが効きながらずっと強く寄ってくるっていう印象で、アクアの方がコアがちょっと転がり感は、クリプトに比べると遅いんですけど、でも行ってから奥でギュって、これも切れるではないんですよね。切れるってやっぱり非対称のボールとかの方が切れると思うので、寄り方がシャープなんだけどピンに当たってからも寄ってってるっていう印象があります。だからピンアクションが強いっていう風な感じに思いました。これ直感だけなんでね、また投げてみると変わってくるかも分かりませんけど、今のとこ私は今そう感じておりますですので、先で動きを最後まで欲しいときはジャブの方がピンアクションは出るのかなと。ただ滑りすぎて寄ってくる前にピンに当たっちゃうとタップすると思います。ですのでそういうときはクリプトで早くから転がしてあげた方が端ピンの絡みが良くなるというような戦法を、感じておりますので、ぜひ参考になればなと思っております。はい、ということで本日の内容よろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。